前ら。ねえ、あんた、さやの親父さんなら金払ってよ。そしたらビデオの話は忘れてやるよ。いくらなんだ。店のツケが20、俺が立て替えたから利子と合わせて400。翔太はさ、うちの系列で金借りたのよ。その利子が乗っかってんだよ。バカな。払えないんだったらさやちゃん、しょうがないでしょ。ん、うん、おい翔太、何やってんだ。こいつサツか。へえ、四か、丸棒じゃねえか。マジか、やべえじゃねえかよ。まあ待てよ、お父さんさ、丸棒だったら押収した拳銃とか山ほどあんだろ。何？そいつを回してくれたらさやの借金チャラにしてやるよ。どうだ、いい話だろ。話にならねえよ。強がってんじゃねえよ翔太。なんで？薄情な親父だね、あんた。娘大事じゃないの？大事だ、大事に決まってんだろ。さやには指一本触れさせねえ。だったら要求を飲めよ。俺はさやの父親だ。だが警察官だ。お前らの要求は飲めねえ。じゃあさやはどうなってもいいんだな。ああ、あんたはさやより仕事を取ったんだな。殺せよ。なんだと？殺せって言ったんだ。ここで俺が死ねばさすがにお前らでも逃げ切れないだろう。日本の警察は甘くねえんだよ。それにさやはきっと俺の友達が守ってくれる。じゃあ望み通りにしてやるよ。別に俺らは殺なんか怖くねえ。鼻から失うものなんてねえんだよ。お父さん！なんだてめえ！あんた、初めっからグルだったわけだ。腐ってるぜ、お前ら。一緒にぶっ殺してやる。400だって？冗談にしても笑いやしねえな。いえ証文出せよ。
借りができたな、キリュウ。いや。お父さん。普通の女子高生なんだな、そうしてると。やだ、ジロジロ見ないでよ。お父さん。さや、俺はダメな親父だ。10年前、お母さんとお前から逃げ出した。だから、お前に何も言えた義理じゃないと分かってる。でもな、それでも一つだけ約束してくれないか。自分をもっと大切にしてくれ。サヤが幸せになるためにもっと自分自身を愛してくれ。それでもお前が苦しんだり危ない目にあったら、俺は守ってやる。守ってやるから。分かった、分かったから。泣かないでよ。おはよう、伊達君。課長、何か？ああ、ちょっと話がね。何のお話でしょうか？10年前、君は独断である事件の捜査を進め、その後のキャリアを滞らせた。二度目がないことは分かっているね。ええ、まあ。単刀直入に言おう。今君が調べていることからすぐに手を引くんだ。どの件でしょう？交渉の余地はないんだよ、伊達君。今すぐ手を引きなさい。話は以上だ。失礼します。おい、伊達君。今のが伊達刑事かね？はい。どうだ、須藤君。誘拐犯なんですね、伊達さんと一緒にいるのは。そうだ。依頼主は明かせないが、捜索願いが出ている。上から直接頼まれた異例の任務だが、一課で引き受けてもらえないか？わかりました。